平成29年7月19日、熊本、大分両県の食材を使ったスイーツなどを食べながら列車の旅を楽しむ JR 九州の観光列車、ある列車が、この日、大分から阿蘇駅間を初めて走りました。乗客30人を乗せた観光列車、ある列車は、午後2時過ぎ、熊本 YMCA 黒川保育園の園児たちが小旗を振って歓迎する中、阿蘇駅に到着しました。JR 九州のある列車は、普段は大分や長崎でスイーツ観光列車として運行されていますが、大分阿蘇間の阿蘇コース運行は、熊本大分観光キャンペーンの一環として、阿蘇観光の活性化につなげようと、7月、8月、9月のそれぞれ1日限定で運行されるものです。ある列車は定員36名の2両編成で、車両の外観は金と黒の唐草模様があしらわれ、また内装は七つ星in九州でも用いられている格天井が取り入れられ、豪華な列車に仕上げられています。この日の乗客には、熊本、大分の食材を使った軽食や4種類のスイーツが振る舞われ、乗客は景色を眺めながら食事をして、およそ3時間の列車の旅を楽しみました。阿蘇も今ここで頑張ってたので、応援を兼ねて、ちょっと行ってみようかという形で参加させていただいたんですけど、もうそれ以上の素晴らしい内容だったので、ぜひ皆さんにもこういう列車は乗客26人を乗せて、午後3時過ぎ、大分に向けて阿蘇駅を発車。今後は8月23日と9月20日にも、大分阿蘇間でそれぞれ1往復が運行されることになっており、乗車するには予約が必要となっています。